えただけで20ヤードぐらい軽くポーンって距離が伸びちゃったんですよ。チューニングされた車で F1 カーで走ってるから、あのサーキットをあれだけのスピードでコーナーリングをグイ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 行けたりするわけですよね。一般車で同じスピードで同じコーナーリングができるかって言ったら、まあ無理な話じゃないですか。それと同じように、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、部長のリーです。さあ今日もですね、このシリーズ自宅からお届けしたいと思います。今日の話なんですけれども、私よく練習場で練習していると、まあ地元のねおじちゃんたちに声をかけられたりとかするわけですよ。埼玉の田舎の方の練習場なんで、で、まあみんな最初ね、私の飛距離に驚いてくださって、え、どんなクラブ使ってるのみたいな感じで、こうクラブをこう興味津々で見るわけですよ。でその後にね、ちょっとこのおじちゃんのこのクラブで打ってみてよみたいな、このクラブでどれぐらい飛ぶのか見てみたいよみたいな感じで、その周りにいる方々のねクラブで打ってみてほしいなんて言われるシチュエーションもあるわけですよ。でもね、自分のドライバーで打つと200ヤードのネットの、まあ、中段ぐらいにポーンと当たるとしますよね。でもそのおじちゃんたちのクラブで打つと、そのネットにね届かなかったりとか、届いてもほんと下の方にギリギリ当たるみたいなこととか全然普通にあるわけですよ。でこの話から何を私が伝えたいかっていうと、まあよくね、私この話をサーキット F1 ドライバー、F1 カーとかね、車の方の運転手の方のドライバーさんの例に例えたりするわけですけれども、 F1の選手とかってもちろん技術とかものすごくあるわけですけれども、チューニングされた車で F1 カーで走ってるから、あのサーキットをあれだけのスピードでコーナーリングをグイ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 行けたりするわけですよね。いくら F1 ドライバーであったとしても、そこら辺走ってる一般車で同じスピードで同じコーナーリングができるかって言ったら、まあ無理な話じゃないですか。だそれと同じように、私たちドラゴンプロっていうのは、その F1 ドライバーが使ってるようにですね、まあ、ある種こうチューニングされたドライバーを使ってるからこそ、自分のポテンシャルを 120% 出し切れてその飛距離が出るわけなんですよ。だからそこら辺に置いてあるクラブでポンと打ってみてって言われて打てるかっていうと、少なくとも私は無理です、はあ、同じ飛距離出せるかっていうとなかなか難しいです。特にシャフトがごくごく一般的な大手メーカーさんが出されてるようなクラブに入ってるような普通のシャフトで、ね、これちょっと打ってみてくださいって言われて打っても、同じ飛距離は残念ながら出せないと思います。まあ、それぐらいですね、やっぱりクラブっていうのの存在が大きいわけですよね。で、さっき言ったようにドラゴンプロの使ってるクラブっていうのはチューニングされてるっていう表現をしたんですけれども、シャフトとかが一般の方が思ってるようなシャフトとちょっと違ってたりとかするんです。この動画シリーズでも何度かお話ししてますけれども、すごくしなりが出てバチーンって高速で戻ってくるようなシャフトをドラゴンプロが好んで使ってることが多いわけですよね。で、私もドラゴン界に入る前、ドラゴンやり始める前は本当普通にゴルフのレッスンプロやってましたから、もうさっき言ったような一般的にツアープロが使ってるような
まあ、ドライバーシャフトを使ってたわけですよ。でドラコン入ってドラコンプロってこういうシャフト使うんだよって先輩のドラコンプロから教えてもらって使ったらもうびっくりしたんですよね。本当そのクラブを変えただけで20ヤードぐらい軽くボーンって距離が伸びちゃったんですよ。もういつも届かネットに届かなかった練習場で中段ぐらいまでクラブ変えた瞬間に当たったんですよ。でなんだこれはと、ヘッドスピード測る機械置いといてももう軽く3とか4とか上がっちゃってたわけですよね。でうわすごいなってなって、もうそこからはもうドラコン系のシャフトクラブしか使ってないわけですよね。で戻す気にももちろんならないですし、ね、戻して一般的な方が使ってるクラブにしてもう全部点で狙ってフェアウェイに刺さってる旗に全部ぶつけられますよみたいな精度を私が持ってたとしたらですね、まあそれはそれで一つの武器かなと思いますけど、残念ながら普通のクラブ使ったとしてもそこまでの精度はないわけです。フェアウェイに入ればいいやっていうレベルなわけですよね、まあ言ったら。でドラゴンのクラブ使ったって別にフェアウェイに入るわけですよ。対してその精度っていうものは別に変わらないわけですよ。って考えたら少しでもやっぱり距離が出るそういうクラブにした方がいいって思っちゃいますよね。だからまあね、まあ、それぐらいねクラブって違うんですよね。皆さんが思ってる以上にドラゴンプロが使ってるクラブってもう次元が違うと思うんですよ。本当、まあ私もね最初多分そんなことを言われても自分がドラコン入る前はねピンとこなかったと思うんですけど、本当びっくりしました。それが一番ドラコン界入ってやっぱ衝撃的な出来事ですよね、私の中では。はい、なのでぜひですねちょっと F1 カーみたいなねポジションになるドラコンプロのクラブシャフトっていうものをねぜひ使ってみてもらいたいなと。はい、あの試してみて距離がめちゃくちゃそれで20ヤード30ヤード伸びたら儲けもんじゃないですかね。だからなんか試さないのって本当もったいないなって思うんで、まあもちろんあの私が絡んでる、プロデュースさせていただいたシャフト、まあ、ディルバーナっていうねシャフトヘッドスピードが上がりますよって、まあ、3上がるコンセプトでって作ったシャフトとかも、概要欄に貼ってあるんで、まあ、もちろんそちらお試しいただけたら嬉しいなっていうのはあるんですけど、そうじゃなくてもいいです。あの他 の, あのメーカーさんとか出してるものとかでも全然構わないんで、あのドラゴン系のシャフトっていうものをぜひ試してみてもらいたいなと思います。はい、ということで今日はですね、最大飛距離を出していくためにはやっぱりギアも自分に合ったギアも絶対必要なんですよっていうそこをですね皆さんに、お伝えしたかったというところでございます。では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。またねー。